川崎市役所正面川崎市役所は地方公共団体である川崎市の執行機関としての事務を行う施設である。1938年建設当初の本庁舎は3階建てだった。鉄筋コンクリート造りで窓には重厚なスチールサッシを使用。時計塔が高く突き出していた。時計塔は市のシンボル的存在として市民に広く親しまれている。 時計塔の高さは地上39.6メートル。1927年春行の京都市役所、1933年春行の名古屋市役所に次いで、政令指定都市の市役所としては3番目に歴史の長い建物である。戦時中は明細色を施し、空襲監視塔として利用されたりした。毎日午前8時から午後6時の毎生時に自動にて、 ウェストミンスターチャイムのメロディーが奏でられた後、時を打っている。戦後に最上階を増築。窓はアルミサッシに取り替えられた。1938年から川崎市本庁舎として使用されてきたが、耐震性能の問題から2014年3月、建て替えの基本構想が策定された。2016年10月に川崎市役所本庁舎作用なら、イベントを開催。 11月に解体が開始された。地上25階地下2階の新庁舎が2019年に着工し、2023年度に使用開始予定である。神奈川県川崎市川崎区宮本町一番地。ありがとうございます。